こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。言いながら年末に撮ってるんですけど、まあ、今年もね、このマイペースでやらせていただこうかなと思っています。声もね、こんな感じで。まあ、声はね、この声と雰囲気は治らないですよね。もっとね、シャキシャキしたいという欲望はあったんですけど。もうしょうがないですよね。まあでもこの前の動画も、私腹から声が出ないんですとかっていうことを言ったら、腹から声を出さないでほしいですって聞いてくださってる方がいられてね、本当にね、すごく活動しやすい感じで応援してくださってるんでありがたいですよね。本当にもうね、毎日ね、コメントくださってる方もいられて、まあ、本当にね、私のために時間を使ってくださってありがたいですね、本当。まあ、そういう方のためにもね、毎日ちょっとでも楽しみにしてくださってるんだなって思うと、まあ、動画上げようかな、撮ろうかなって思ってて、まあ、こうやって続いてきたなって思います、私。まあ、本当にね、続けられない人なんで、私何でも。だからね、こんだけね、毎日続いてるっていう、まあ、編み物はね、毎日してるんですけど、この動画を毎日更新できるぐらい作ってるっていうのは、自分でもびっくりなんですよ。本当に私なんだ、みたいな。本当に続かなくて何にも。びっくりです。私のこと知ってる人は本当にびっくりって感じやし、まあ今でもね、その動画撮ることは私も苦手なんですけど、まあこうやってね、うつむき加減で喋りながら何か作業することってまあそんなにないと思うしね、皆様の中でも。いや本当にね、難しいなと思って、でこうやって今こう私が喋ってすぐ反応があるわけじゃないから、もう本当に独り言って感じになってるし、独り言も本当に難しいんですよ。だから、でなんかね、こう書いとけばいいって思うんですけど、箇条書きに。まあそれもね、なんか見ながら喋るっていうのも、まあ、できなかった。だからもう思うがまま今も喋ってるんですけど、ね、もう喋り方とかもね、治らないんですよ、こういうだらーっとした感じ。もうもっとね、シャキッとしたいっていう願望、欲望はあったんですけど、まあ無理ですよね。なんかまあ自分の魅力だと思って、まあ声をね直すっていうのも本当難しい。でもそれをね、いろいろこう、好意的に言ってくださるのもね、本当にやりやすくて、まあ、治らないものをね、治してくださいとかいうの、本当に、まあ、ストレスなんで、まあ、そういうところもね、本当に皆様がね、いろいろ、こう、いい風に言ってくださって、やりやすいなと思って、ありがとうございます。まあね、その、編み物、まあ本当ね、まあ前もね、言ってたんですけど、こういうね、YouTube、今毎日撮ってるのも、やっぱりメルカリでね、買ってくださる方がいられるから、続いてるっていうのもあるんですよ。やっぱりね、作品が溜まっていくと、本当にね、私、作ってもいいんかな、みたいな、なんか罪悪感じゃないけど、ずっと手元にその作品がある状態で、まあ、好きで作って、で、可愛いなと思ってこうやって仕上げるんですけど、やっぱりその自分で使い切れないし、周りの人にも配りきれないぐらい作ってるから、まあどうしようってなるんですよ。で、どうしようってなった時に、まあ、本当にね、ありがたいことに今まですっごいね、なんか買ってくださって、メルカリの前は、手作りマーケットで販売してたんですけど、販売してた時も、まあ最初からね、すごい売れてたわけじゃないんですけど、
が、すごい買ってくださるときはめちゃくちゃ買ってくださって、まあ、注文までしてくださったりとか、まあ、そういうことでやる気になったりもするし、まあ、本当にね、作品が、売れないっていうのは、すごい私の中では苦しくて、だから、こうやって、あ、もうっていう気持ちにもならなかったりすると思うんですよ。まあ、そういう時期もあったし、実際。でもね、今は本当にね、まあ、メルカリとかもね、そういう、なんか、やりとりってないんかなと思ってないですよ、メルカリする前はね。でも、やり始めたら、こうやり取りするメールの中ですごいね、なんか応援してくださるメッセージがあって、本当にね、私のお母さんが大ファンでとかでが、お友達にプレゼントとか、プレゼントとして選んでくださる方も最近すごく多くて、本当になんか私の作品をプレゼントをっていうのはやっぱり喜んでもらえるかなって思って選ぶものだと思ってるんで、まあ、そういう感じで選んでくださる方もいるって思ったら本当に嬉しいですよね。まあ本当ね、そういう言葉で、まあ、すごくね、私もやる気になってなってます。なんか手作りマーケットの時は直接そういう言葉をかけてくださったりとかして、まあそういうのが楽しかったから、まあ販売してるとは言ってもやっぱそういうやり取りが楽しかったですよね、手作りマーケット。だからそういうのがないんかなって見るから家ではあったんですけど、まあすごくそういうのも言葉で伝えてくださって本当にありがたいなと思っています。まあね、なんていい人なのかなと思って、買ってくださった上にね、すごいまあいろいろね、気遣ってくださったりとか、まあ応援してますってなんかいろいろ書いてくださって、ほんとね嬉しすぎますね。それとね、ブログも最近めちゃくちゃ見てくださってて、まあブログもね、大々的にはブログやってますみたいなこと言ってなかったんで、まあどうなんかなと思ってこそこそやってたんですよ。まあそれもね、2年前ぐらいからやってて、で、まあ、力入れてやり出したのは1年前ぐらいなんですけど、その1年前ぐらいから力入れてやり出して、最近ね、なんかめちゃくちゃ見てくださってる方がいられて、なんか自分のそのページで見れるんですけど、すごいなと思ってで、やっぱりね、昔からね、編み図が欲しいっていうのを言われてて、だから編み図もね、ちょっと入れたりとかしてるんですよ。その時編んだものの概要欄に載せてるんですけど、そこから飛んでいただくと見れるようにはなってるんですけど、たまにね、ちょっと操作間違えて、そのリンクに飛ばなかったりはするんですけど、まあそんな感じでね、陰でやってたんですよ。まあこの編み物もね、陰でこそこそやってたし、YouTube、この編み物始めた時もね、こんなにね、見られる日が来ると思ってなかったんですけど、まあ何がどうなるか分からないですよね。でもやっぱりそうやって見てくださる方がいられるんだと思ったら、やっぱブログもね、続けていこうかなと思ってるんですよ。やっぱり編み図で見たい方って結構いられるんやなと思って、こんな感じでやってます。まあねあ、そう、それとね、なんていうかな、この動画もご存知の通り、すっごいね、無編集の、まあ、撮りっぱなしっていう感じでずっと流してるし、でこの光の加減とかも、まあ、本当はね、この机も真っ白にしてとかいうのが綺麗に見えるし、まあ、光も入りやすいとかそういうことがあると思うんですけど、まあ私の場合はね、この目が良すぎてもうなんか目が
しんどくないですよね、真っ白だと。なんか分かってくださる方見られるかもしれないですけど、で、まあ、光もねすごい、なんか花瓶っていうか取り入れやすいのか、まあ、本当にねそういう風にしたら、まあ、頭がすぐ痛くなるし、だからねそのすっごい画面的に暗かったり明るかったりしてるのは自然光で撮ってるからですね。だからそういうところもちょっと見にくかったり、まあ、そうですね、本当に自然体で撮ってますね。自然光で撮って、で動画もカットなし、ほぼほぼもう一回撮りで撮って、で無編集。なんかでもそれでねどうかなと思ったんですけど、わかりやすいですとか言ってくださるからね、すごくありがたいなと思って。まあでもそこでね、あ、それでいいんだって思うんじゃなくて、やっぱりちょっとでも分かりやすいようにいろんな角度では言ってるつもりなんですけど、難しいですよね。テロップ入れたらちょっと分かりやすいっていうのも分かるんですけど、テロップもね、書き出したら、まあ毎日更新が今度はなくなるなと思って、時間的に。まあ今はね、その概要欄でいっぱいいっぱいっていう感じやし、そういうところで、まあ、これからもね、今まで通りのスタイルの更新にはなると思うんですけど。それと、まあ、ゆずが来たことで、ワンちゃん。まあ、たまにね、ワンとか、大きい声で入ったとことかカットして、だから、最近の動画は、ちょっとプチプチ切れてるかもしれないんですけど、だからちょっと見にくいかもしれないんですけど、もっと。ああ、そういうところもね、ちょっとご理解いただけたらなとは思うんですけど。ワンちゃんもね、なんか、あれなんですよ。まあ、前回のところでもお伝えしてたんですけど、しつけ動画をね、すっごい見てて、前から。モコをなくして、まあ、モコもね、トイプードルだったんですけど、ユズもね、トイプードルで。モコをなくして、まあ、答え合わせっていうかね、しつけ動画を見たことで、なんかモコに会える気がして、モコはこんなんやったなとか、いろいろ振り返ることができて、まあ、そういうので楽しくて見てたんですよ、しつけ動画。4人ぐらいのね、動画を見てて、で、なんかそこでもうめちゃくちゃ聞いてたから、まあ、結構、入ってるんですよね、言われてることが。で、新しくゆずを迎えして、なんていうかな、まあ向こうの時はしつけのことをそんなにっていうか全く、まあ、そもそもねしつけイコール悪みたいなイメージを持ってたから、しつけっていうしつけはしてないんですけど、まあそれでもね、自分の中でいろいろ、ああでもない、こうでもないして、人様にご迷惑がかからないようには、したんですけどね。まあ今回は、しつけの動画をいろいろ見て、で、したことで、本当にね、すごくやりやすくて、めっちゃ楽やんと思って。なんかその、向こうの時、まあ向こうの時は悪いとか言うわけじゃないけど、まあでも私が知らなかったばっかりにね、私も初めてやったし、すっごい時間かかったんですよ、いろいろ。トイレトレーニングから、何から何まで。まあ、どうしたらいいんや、みたいな。でも、たまに、なんか、プードル会みたいな、そういうのが集まりがあるから、それに行って、いろいろ聞いたりとか、そういう情報交換みたいなことはしてたんですけどね。でも、みんな知らないから。知らない中で、どうなんかな、なんかな、みたいな、そういう話にはなってたから、まあ、いろいろヒントをもらいながらも、まあ、やってたんですけど、まあ今はね、本当に、そういう、動画発信してくださってる方のおかげで、まあ、すごくやりやすくて、もうこんな簡単なのか、簡単っていうか、なんだろうな、こういう考え、まあ考え方ですよね、何でも。まあ考え方でいたら、すごい、私としても楽やったな、とか。だから結局、まあ大まかに言えば、やってほしいことをやってくれたら、
めちゃくちゃ褒めて、でやってほしくないことをやってたら、あの何にも反応しないっていうことですよね。あの怒らないで無反応だから、そのおしっこもね、あの粗相をしちゃうこともあるんですけど、したら淡々とあの反応せずに、あの片付けて私もうモコの時めちゃくちゃ反応してたなと思って、そもそもおしっこをなんか粗相したらなんか叱りなさいみたいなそういうしつけの本をなんかちょろっと見たし、だからそうですよね、なんか言葉ではすごいなんか怒ってたなと思って、もう本当に今なんてもう全然怒ってないですからね、私叱ってないですもん。やっぱりね、ワンちゃんも、まあ、人間と同じみたいなことを言われてて、まあ、前回のコメントのところでも、あの子供のことを考えちゃいましたみたいなことを書いてくださってる方もいられたんですけど、まあ、私は子供がいないから、まあ、どうなんかはっきりは分からないんですけど、自分が子供の立場では考えれるんで、まあ、そういうことなのかなと思って、あのやっぱりお母さんとお父さんにどう言われたら自分は聞こうと思うかなとか、そういうことを思うと、やっぱりそのずっとニコニコしてて、なんかそのいいことをしたらすっごい褒めてくれる、で悪いことしてもやっぱりもう暴力とか振るわず、まあもちろんそうですよね、暴力振るわないで、まあ言葉でもそのそんな怒らずで、なんかやっぱりね、ずっとニコニコしてて、もうお母さん大好きみたいなことになってたら、本当に怒らないといけないとき、ビシッと言いたいときに、ずっと笑ってるお母さんが怒ってるから、これはやばいみたいな感じで、あの、聞くっていうことも言われてて。だからずっと怒ってるお母さんはまたかみたいな感じで、その慣れちゃうし、そういうのも言われてましたね。まあ人間と一緒やなと思って。なんかすごいいろいろね、その考えさせられでもすっごいね、楽しそうに先生を褒めたらわーいみたいなじゃあそのなんかやっぱりね、ワンちゃんも笑ってる顔ってありますよね、なんか笑ってるなーって思ったらこっちも嬉しいし、本当お互い様やなーと思って、結構ね、なんか上下関係作りなさいとかそういうのもあると思うし、まあそれが合う場合もあると思うんですけど、私はそういうあのしつけは嫌やなと思って、まあ多少ね、多少の上下関係はいるかなと思うんですけど、まああまりにもね、その、あの自分が自分がっていう風になっちゃうから。だからある程度の、まあそういう、あの自分がみたいな感じにならないようにはして、まあ対等っていうかね、そういう感じですよねなんか面白いなと思って、なんかねやっぱりモコと違う部分もあの出てきて面白いですよね、なんか同じ犬種の同じ色でも全然違うなと思って、やっぱり顔も違うし面白いですよね。まあそう、なんかだからそのガンって吠えたりとかしたら動画あのカットされてたりとかするから、ブチブチ切れてる感じは前よりはするかもしれないですけど、でね結構その道沿いの家なので、お家なので、だからブルーンとかそういう音とかが異常に入ったらそこをカットして変なつながり方してたりとかするんですけど、まあ、そういうところも何かっていうかあのご理解していただけたらなと思います、まあ、こんな感じでちょっと終わろうかなと思います残っちゃった感じなんですけど、いつもまあこんな感じ、まあ今年もねいい一年になるように、まあ皆様にとっていい一年になりますように、今回も最後まで見てくださりありがとうございます。